アッサイ料理、トギ、女子巻の球より、人面相。左上の男性の左膝に、人面相が見える。人面相は、妖怪、奇病の一種。体の一部などについた傷が可能し、人の顔のようなものができ、話をしたり、物を食べたりするとされる、架空の病気。薬あるいは毒を食べさせると領治するとされる。女子球間、人面には、 以下のようにある。山城国小倉で、ある農夫が体調を崩した末、半年後に左足に腫れ物ができた。この種物は、人の顔のようで目と口があり、ひどい痛みを伴った。試しにその口に酒を入れてみると酔ったように赤くなり、さらに餅や飯を入れると、物を食べるように口を動かして飲み込んだ。食べ物を与えると痛みが引いたものの、 食べ物を与えないと耐え難い痛みに襲われた。そのうちに、農夫は骨と皮ばかりに痩せこけ、あちこちの医者を頼ったが、全く効果はなく、死を待つばかりとなった。そこへ諸国を旅している修行者が訪れ、種物を治す手段を知っているというので、農夫は田畑をすべて売却して、金に変え、代金を支払った。修行者はその金で様々な薬を買い集め、 一つずつ腫れ物の口に入れたところ、腫れ物はそれをことごとく飲み込んだが、バイモというものだけは嫌がって口にしようとしなかった。そこでバイモを粉末にし、腫れ物の口に無理やり入れたところ、17日後に腫れ物は治癒したという。葛飾北斎が新類下脱物語。音量のたたりで人面相が右側の女性の膝に生じ、その毒気で、 人々が苦しむ様子を描いたもの。人間の子が人面相の原因となる話もあり、横溝精止の小説、人面相の原案とされる、海霊雑記には、ある男が女を殺したところ、自分の股にその女の顔の人面相ができ、医療も祈祷も効果はなく、切り落としてもまた生じるので、人目を忍んで、隠れ住むようになったとある。また階段で知られる、重ねが縁を元にした。 極低バーキンの小説、新類下脱物語では、殺された類の音量でできた人面草が毒気を吹き出し、それを浴びた人々の顔が類と同様の醜い顔になったとされる。祈談集、絵本百物語には、万次年間の祈談として、江戸に住む、ある男が、父と抗論になり、父を追いかけて転んで膝を怪我し、その傷が人面草になったという話が記載されている。 遠方時代の怪談集、諸国百物語にはやはり人間の業による人面相の話として、一家のように述べられている。下佐国薄いに住む平六左衛門という男の父が下女に手をつけ、妻は嫉妬のあまり下女を殺害した。以来、父の右肩に腫れ物ができ、その数日後に妻が急死。そして左肩にも腫れ物ができ、両肩の腫れ物が絶えず父に話しかけ、 父が無視すると死ぬほど呼吸に苦しむようになった。ある時にこの家に泊まった旅の僧が事情を知り、父の両肩の腫れ物に対して、ほっけ行を唱えると、腫れ物から蛇が現れたので、それを引き抜いて、塚に埋め、経を読んで供養したところ、ようやく父の腫れ物は癒えたという。文政十一年の平田厚種の無こ用紙、平田鉄種の日記には、 カズサ国で聞かされた、腫れ物の口に食い物を与えると痛みが収まる、奇怪な人面相を持った男の話が記されている。明治時代にも人面相の話が、新聞記事で報じられている。京都市が新報の明治15年8月25日の記事によれば、三重県南室郡で、ある農夫の股のあたりに、人間の顔のような腫れ物ができ、口を開いて、 食べ物を求める様子だったので、試しに飯を与えたところ、一生ほどの飯をあっという間に平らげ、まだ飽きたらない様子だったという。寒茶山筆のすさびより、人面草文星年間に、幕府の御用乱法医、桂川はじめ健が、仙台の商人がわずらった人の顔にも見える腫れ物を診察した。人面草は、中国の古い医学書にも記述があることから、 江戸の医師の関心を引き、奥医師の栗本丹州は、診察に立ち会って、スケッチを行っている。後に、はじめ県が作成した人面相図説の閲覧を希望する者が、はじめ県の家に、毎日のように押しかけたため、木版刷りにして配布したという。はじめ県の見た人面相は、甲塚の間でも、話題となり、講師山や市長相などの随筆でも触れられている。 当時の随筆集、筆のすさびに引用された、はじめ剣の分析では、種物の傷口の開いた姿が人間の口のように見え、シワの寄ったくぼみや、傷穴が人間の目鼻に見え、ひくひくと動く幹部があたかも呼吸しているように見えるのであり、怪異のものではなく、あくまで顔によく似た腫れ物として捉えられている。また、近世でいうところの実在の病気である。 臓皮病のこととする解釈もある。ありがとうございます。